とやだ、待って。また会っちゃった。また会ったわね。まさかの2回連続ねえ、前回も会ったばっかりよね。そうよ、これやりすぎじゃないの？なんか前回の私たちのやつなんて5万回ぐらい再生されちゃってるみたいよ。あら、やだ。ちょっとそんなに見られちゃったの？ひょっとしてじゃあ、甲田さんの奥さんにも見られちゃったかしらね。いや、甲田さんの奥さんが見たかはちょっとわからないわね。ところであいつは何してるのよ、さっきのやつはさ。そうなのよ。それがさ、なんかね、恥ずかしいんですって。恥ずかしいってどういうことよ。なんかさ、テーマが下世話すぎるって。え、ちょっと何よそれ。下世話すぎるってどういうことよ。下世話なネタだから私たちに押し付けようってこと？何よそれ、ひどいじゃないの。そもそも下世話なチャンネルでしょこれ。私だって別に好きで人様のご家庭のことをネタにしてるわけじゃないですからね。ほんとよね。ところでさ、篠田麻里子さんが離婚ですってね。けどさ、結局不倫に関しては最後まで認めなかったんでしょ。そうね、 LINE のやり取りとか夫婦の修羅場の音声まで出して証拠がたくさん出てきたけど結局認められてないわね。そりゃあ芸能界ではママタレとしてやっていかなきゃいけないわけだから、ベストマザー賞まで取ってるわけだから不倫なんて認めるわけにはいかないわよね。けどそれにしても大騒ぎした割には離婚の成立までが早かったわね。確かにそうね、あんなに揉めてた割には急に成立しちゃった印象よね。しかも気になるのがさ、離婚発表の文面の中にご主人のコメントでマリコの言葉を信じることにしましたっていう一文が入ってたことよね。あれは私も気になったわよ。修羅場の音声まで出してあれだけ騒動を起こして急にやっぱ信じるって言われてもね、その辺は案外二人の利害がすんなり一致したってことかしら。そういうことよね。まず篠田さんにとってはどうしても欲しかったのが子供の親権でしょ。そうね、正確に言うと子供と一緒に生活をする権利ってことよね。そうね、親権に関しては篠田さんは家族の個人的な問題なのでっていうことで詳細は伏せてるみたいだから、こういう時に考えられるのが親権自体は夫が持ってけど子供と一緒に生活をする監護権っていうのはお母さんが持つっていうケースもあるわね。ママタレとしては子供と生活ができればいいわけだから、正確に言えばこの監護権が取れればいいのよね。それで実際離婚発表の3日後にお子様の卒園式ってことで子供とのツーショット写真を SNS でアップして、さらにその数日後には子供と2人で旅行に行った様子を SNS でアップして子供との生活ぶりをアピールしてたわね。早速使い倒してるわね。そうね、離婚はしたけど子供と一緒に暮らしてるのは私、私が親権を持ってるのよっていうことを暗にアピールしてるわけよね。つまりは子供と一緒にいるということは親権を持っているということは正しいのは私、つまり不倫なんてしてないっていうイメージを与える、子供は正義の象徴ってわけね。そういうことね。イメージ商売の芸能人にとっては重要なところだし、ママタレっていうキャラがあれば何かと仕事はもらえるから今後の活動にとっては大きいわよね。特に篠田さんは小さな子供用のベビーソープビジネスも始めたばかりですから、ママキャラをやめるわけにはいかないわけよね。そして一方のご主人にとってはお金でしょ。え、お金よね。篠田麻里子さんは親権、ご主人はお金でしょ。いや、それはどうかしらね。それしかないでしょ。まあ確かにご主人は会社経営してるそうですし、それもなんかあまりうまくいってないとかみたいな情報もあるみたいよね。うん、まあ会社がうまくいってようがいってなかろうがお金なんていくらあったって困ることなんてないんだから、もらえるものはもらうわよ。誰だって麻里子を信じますの一文ぐらいいくらでも書くわよ。私も信じますって書いてあげたいぐらいよ。それに結婚だってゼロ日婚っていうぐらいですから、その辺の決断は早いのよ。きっと利害が一致したのかしらね。そういうことよね。あとそもそも芸能人と結婚するなんて不倫もセットと思っておいた方がいいわね。大体の芸能人は不倫なんて当たり前っていう感覚ですから、芸能人に不倫するなっていうのはもう子供に走るなっていうようなものでもう無理なのよ。あと会社経営してる人が芸能人と結婚するっていうのはやっぱり心のどこかではちょっとは仕事で利用できるんじゃねって考えると思うのよね。有名女優と付き合ってることが発覚してから途端にテレビとか出るようになった経営者もいるわよね。そうよ、芸能人の綺麗な女性と結婚するからにはメリットだけじゃなくてそういったデメリットっていうのも覚悟しておかないとダメなのよ。あ、そういえば私これからちょっとズンバのゲップ払いに行かなきゃいけないからもう行くわね。あら、急がないと。うん、じゃあね。あ、ちなみにまたばったり会っちゃうなんてことはもうないわよね。うん、さす
すがにしばらくないはずよ。なんか地味に編集が大変だからそんなに多用はできないとは言ってたわね。そうよね。よかった。私だって別に好きでよそ様のご家庭の話してるわけじゃないんだからさ。そりゃそうよ。じゃあね、急いでね。はいはい、またね。はい、ありがとね。はい、よろしくね。はい、じゃあね。